こんにちは、速稼塾の久保です。よく成功された方が努力とか才能っていうね、この2つで、お話しすることがあるんですよ。努力された方、ね、才能があった方、様々いると思いますけども、なんかね、その成功された方って必ず、いや自分には何もなかったですよ、才能なんかじゃないですよ、本当にもう何もないところから努力だけしか出てこなかったんですって、才能なんて私は生まれ持ってないですよっていうね、一見謙虚なんですけども、すごくねこれはね傲慢なんじゃないかなっていう気もするんですよ。というのが、私は何もないけども努力に努力を重ねて、自分は努力をしてですね、自分の自力で成功をつかみ取ったんだっていう風な、まあなんかすごいだろうみたいな感じに受け取れないこともないんですよね。逆に、いや私は何の努力もしてないんだけども、たまたま才能があったんで何にもしてないのにここまで来ました、本当に皆さんすいませんみたいな感じの方が腰が低いような気がするんですよね。で、先ほどね、武井壮さんの才能か努力かついつい語気を荒げる武井壮っていうね、動画の切り抜きですか、これを見たというよりもサムネイルを見たんですよ。動画は再生してません。一応 URL は下につけておきますけどね。多分武井壮さんは自分には何もなくって、状況めちゃくちゃで、ここから脱げ出したくって、才能に頼らずに努力だけでやってきたんだみたいな話をすると思うんですよ。いやだから武井壮さんは自分は努力ができる人間だ、すごいだろうみたいなことをね、まあ言ってるんだろうなって気がするんですよ。でもそれはそれですごいことだし、謙虚に話されてるんだろうなと思うんですよ。そして何もない人でも成功できるんだよってことをね、言って励ましてくれてると思うんですけども、どうでしょうかね。私は思うんですけども、逆にちょっと言いましょうか。才能っていうのは生まれて持ったものだと思うんですよ。で、それで終わりなんですよね。だから努力っていうのは微々たるものでしか差を縮められないというふうな考え方もあるんですよ。それを否定することもなかなか難しくてですね、じゃあ武井壮さんは体を使ったね、運動とかすごくされていますし、それを科学的に理解して分析してっていう頭を使っていると思うんですよ。それは大したもんだと思いますよ。でもそういうことができたり、そういうことに気づけるという才能なんじゃないかなと、生まれ持ったものなんじゃないかなと思うんですよ。何かね、中途半端で終わったらもう自分の性に合わないみたいなね、声が大きいとかね、なんかこう負けたくないとか、這い上がってやろうっていうふうな思いっていうのは生まれ持ったもんっていうふうな言い方もできるんですよ。つまり才能なんですよ。で、こういうふうにしてですね、まるで努力で勝ち取った俺はすごいだろうみたいなところをなんか匂わせるところって、逆にですね、謙虚さはないかなと思っちゃいますし、でも同時にですね、努力で何ともなるんだよっていうことをやっぱ教えてくれるっていうところではありがたいことだと思うんですよ。だって才能によって決まってるなんて、これね、みんなが、才能によって決まってるなんてね、分かったらみんなやる気がなくなっちゃうと思うんですよ。生まれた瞬間にもう決まってるんだね、もしくは生まれる前にもうすでに決まってるんだって、自分の命の価値ってなんだろうみたいなことで、ね、迷う人がいるかもしれませんしね。まあでもね、やっぱりこう大部分は宿命っていうか、自分の命に宿ったものを使っていくしかないんじゃないですかね。後天的に、自分の命を運命によって運ぶことはできます。衣食住ってものですよね。でもそれですら与えられた環境っていうのは、この選ぶ範囲っていうのが決まってますからね。じゃあどの国に生まれたんですかとか、どの時代に生まれたんですか、性別はどっちですかとか、お父さんお母さんはいるんですか、それとも親戚は悪い人ですか、いい人ですか、ギャングに生まれたんですか、それとも御曹司の息子に生まれたんですか、そういうスタートラインが多分宿命だと思うんですよ。宿っている命ですよ、命に宿るもの。与えられたカードがそこまで決まってると、後の選択によって努力できる範囲っていうのはすごく決まってる、狭まってると思うんですよ。もちろんその中にも例外的に孫正義さんみたいにね、もう大貧乏から今みたいなソフトバンクのね、ああいうトップになるみたいなこともできます。自分の会社を立ち上げて日本有数の会社にすることもできますけども、そういう人一人を取り上げてみんながなれるんだよっていう教え方はすでにですね、もう破綻してるような気がするんですよ。やっぱりね、特別な人なんですよ、そういう特別な結果を出した人ってのは。で、私たちは孫さんになろうとするんじゃなくって、そこそこ豊かに自由になろうかなっていうところに関しましては努力の範囲でいけると思うんですよ。具体的に言うと月収100万はこれは努力でいけるんですよ。努力でね、才能がなくてもいけます。才能だけでもいけます。両方あったらもっといいですけどね。またちょっとしたヒントなんですよね。私はそう思うんですよね。世の中で100万円の商品買う人って必ずいるんですよ。じゃあその人に100万円の商品を売れば、単純に言って売り上げ100万立つわけじゃないですか。そうなったら月収100万っていうのが見えてくると思うんですよね。そもそも自分の扱ってる商品が300円とか500円で100万を稼ぐっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。で、逆に言うと、売買してる商品がね、1億とか10億とかってもので、じゃあ月収15万のブラック企業に働いてますっていうのも難しいと思いますね。だから自分の狙う所得に応じた仕事を選ぶってことが一番近道なのかなと思いますよね。でもそういうものでも生まれ持った環境で、自分の選んでる仕事がほとんど決まっちゃうこともあります。例えば政治家さんの息子に生まれたらどうか、2世っていう道を目指すのは当たり前のように思われるわけですよね。政治家の2世っていうのは
政治家を志すのに理由はいらない、政治家以外になるのに理由がいるという感じでね、もう自分の進路ほとんど決まっちゃってるようなもんなんですよ。そして自分の親が何不自由ない暮らしを送っていて、忙しくても叩かれても金銭的には不自由してないっていうところを見るとね、あ、一定の権力を持っているところを見るとスッとそこに行く可能性も非常に高いんですよ。でもですよ、やっぱりこう所得がやっぱ15万とか10万とかで、頑張って暮らしてらっしゃる方のお父さんお母さんの家庭に生まれたら、頑張って仕事をすれば認められて給料が上がっていくんだっていう教えはいただけると思うんですけども、でもやっぱ自分の所得がそこまでなってない人にこのお金の教育を受けるってことと、やっぱしっかりとね稼いだ人がお金の教育をするのと、子供の人生も結構、当たるも八卦外れるも八卦なのかなってところもありますし、肯定的にね学校ですとか社会に出て新しい選択を知ったところでその時には手遅れってこともあるわけですよ。私の例で恐縮なんですけど、私はね官僚の道ってのがあるんだなっていうのはなんとね大学卒業後に知ったんですよね。で手遅れじゃないですか。それ私小学校の頃に官僚になったらすごくねバラ色の暮らしが待ってると思ったら絶対目指してますからね。だから選択肢にいつ気づけるかいつ教えてもらえるかっていうのは生まれ持った宿命とかっていう環境なのかなと思っちゃうんですよね。いやいや、それからまあ最近でしたらね暗号通貨っていうのもありますけども、たまたま私に暗号通貨を知らせてくれた人が体の A だっていうものをもう引っ提げていたからよかったんですけども、これがですねクローバーコインだったら最悪だったと思います。クローバーコインとかノアコインだったらね、だから体のでよかったなって、これもまあ運なのかな、どうなのかな、どうですかね、まあどうですかね、人間は才能なのかそれとも努力なのか、どっちなんですかね。私はなんかね才能のような気がするんですよ。持って生まれたものでもう人生の大筋が決まるみたいなね、わかんないですけどね、まだ結論は出てないですけども、ただ途中まで私は何もない人が努力で這い上がるストーリーっていうのすごくねいいなと思ってたんですけども、武井壮さんのこの動画のタイトルを見た時に、あ、自分は努力でやってこれました、努力ができる人間なんですっていうふうに、逆になんかね自分をすごくね自己評価高く上げてるような気がしてきてならないんですけどもね、皆さんどうお感じでしょうか。またねコメント欄で教えてください。